ストラトシースは、米国メネソタ州、エデンプレイリーに本拠を構える3次元造形機、3D プリンターの専業メーカー。3次元造形機、3D プリンター全体で約40%、3D プリンター単独の場合は50%、近くの世界シェアを持つ業界の市場を経営する企業である。1988年に特許を取得した熱溶解析奏法技術をもとに、 様々な3次元造形機、3D プリンターを製造、販売している。製品としては、高級モデル、フォータス、標準モデル、ディメンション 3D プリンター、入門モ,モデル、アプリントパーソナル 3D プリンターの3種類がある。近年、同社は高級モデル、フォータスを使用した DDM と呼ばれる、最終製品や夜工具などを欲しい時に必要な分だけ作成する。 新しい製造工程方法を提唱しており、DDM を活用することで、小ロット対応、カスタムオーダー対応、型否定減、早期市場投入などの様々な用途に利用できるとしている。2012年、イスラエルの大手 3D プリンターメーカーオブジェ社と合併し、異なる2つの方式の 3D プリンターを取り扱うことになった。 2013年6月には、個人向けの低価格 3D プリンターメーカー、メーカーバッド社を買収し、さらに企業規模と取扱い製品を拡大させた。しかし、2014年頃からトラブルが表面化して、業績が悪化。2016年4月には、従業員の大半を解雇して、同社製品の製造をアウトソーシングする方針が打ち出された。 ボラースレポート 20163D プリンターメーカー大手2社が合併時価総額30億ドル規模に消費者向け 3D プリンターのメーカーバットを工業用 3DP のユーストラトシースが買収夢の 3D プリンターはもう失速ニューズウィーク日本版。2016年8月5日閲覧ありがとうございます